GPU を使用した最初のスーパーコンピュータであるタイタン GPU クラスターは各濃度にグラフィックスプロセッシングユニットを搭載したコンピュータクラスターである GPU クラスターでは汎用グラフィックスプロセッシングユニットによる最新の GPU の計算能力を利用することで非常に高速な計算を行うことができる GPU クラスターは採用する GPU によって ヘテロジニアスとホモジニアスの二つに分類することができる。ヘテロジニアス主要な独立系ハードウェア企業の両方のハードウェアが使用される。同じ GPU の異なるモデルを使用した場合もヘテロジニアスクラスターとみなされる。ホモジニアスすべての GPU が同じハードウェアクラス、メーカー、モデルであること。GPU の種類によって利用できる機能が異なるため、 蒸気の意味に基づいて GPU クラスターを分類することはクラスター上でのソフトウェア開発を大きく方向づけることになる。コンピュータノードとそれぞれの GPU に加えて濃度間でデータをやり取りするためには十分な速度のインターコネクトが必要である。インターコネクトの種類は存在する濃度の数に大きく依存する。インターコネクトの例としてはギガビットイーサネや インフィニバンドなどがある。多数の GPU 搭載マシンを一つのマシンとして動作させるために必要なソフトウェアコンポーネントには次のものがある。オペレーティングシステム各クラスタノードに搭載された各 GPU タイプに対応した GPU ドライバクラスタリング API。AMAX のバーチャルカルクラスタプラットフォームはオープンクルのラッパーであり、 ほとんどの変更されていないアプリケーションがすべてのデバイスがローカルコンピュータ上にあるかのようにクラスター内の複数のオープンクルデバイスを透過的に利用できる GPU クラスターで動作するためのアルゴリズムのマッピングは従来のコンピュータクラスターで動作するためのアルゴリズムのマッピングに多少似ている例、配列の一部をラムから分割するのではなくテクスチャを GPU クラスターのノードに分割する。NVIDIA はテスラ20シリーズグパグプを使用して完全に構成された GPU クラスターを構築して提供する能力を持つ専用のテスラプリファードパートナーのリストを提供している。アマックスインフォーメーションテクノロジーズ社、デル社、フレッド・パッカード社、シリコングラフィックス社は GPU クラスターとシステムの完全なラインナップを 提供する数少ない企業である。ありがとうございます。